日常食として食べられている、宝刀調理中の宝刀宝刀専門店の宝刀宝刀は、山梨県を中心とした地域で作られる郷土料理。2007年には、農林水産省により、各地に伝わる、ふるさとの味の中から決める、農産漁村の郷土料理100選の中の一つに選ばれている。かつて山梨では、宝刀を打てないと嫁に出せないという文化もあった。 基本的には小麦粉を練りざっくりと切った太くて短い麺をカボチャなど野菜とともに味噌仕立ての汁で煮込み、熱いうちに提供される料理の一種である。必ずしも麺料理の形態とは限らず、例えば一部地域では小麦粉以外の穀物を使用するもの安いと、本的な紹介のものがある味噌の代わりに小豆や醤油で味付けをしている麺を冷やして、ザルに盛り付けるなどされる。 また外食では食べやすいよう麺が細かったり、野菜以外に肉や海産物を入れて提供するなど様々である。一般のうどんのように煮た麺に各種素材や味噌などの調味料を加えた調理法を取ることも稀である。なお、富士北陸の郡内地方には、宝刀と同一の粉食文化の起源を持つ郷土料理である吉田のうどんが存在する。また、県外一般には、宝刀、 うなべと呼ばれる料理もある。胡椒は、包丁が一般的である。一部地域では、衣装として、お包丁や、煮込み、のし込みと呼ぶ場合もある。包丁の生地は、木製のこね鉢で水分を加えた小麦粉を素手で練り、出来上がった生地はのし棒を使って伸ばされ、折り重ねて、包丁で幅広に切り刻む。うどんと異なり、生地には、グルテンの生成による麺のコシが求められず、 生地を寝かせる手法は少ない。また塩も練り込まないため、麺を湯がいて塩分を抜く手順がなく、生麺の状態から煮込むところに特色がある。そのため、汁にはとろみがつく。現在では、山梨県を中心として、ほう専用の生麺が流通しているために、それを使用する場合が多い。家庭用の市販品は、うどんより幅広く、やや薄い形状である。 料理店ではボリューム感を出すためにごく広厚の麺を使うことが多い。また麺ではなく耳と呼ばれる特殊な形状をしたものを用いる場合もあり、これは水とん料理に近い。耳を用いた場合は別に耳棒頭と呼ばれる。汁は味噌仕立てである。かつて味噌は地域差もあると考えられるが、各家庭で手作りされた高州味噌と呼ばれる。 米麹と麦麹の両方を使って仕込んだもので作られることが多かった。現在では米麹だけの新州味噌等の市販品を購入して作る家庭が多いが、麹を好みの配合で手作りしたものや県内の醸造所で作られている甲州味噌を使っている家庭もある。新州味噌に近く塩気が強いのが特徴である。これにカボチャを煮崩して溶かしたものが美味であるとされるが、 カボチャを溶かすまで煮るか否かは地域差があり、甲府盆地周辺では溶かすまで煮るのが良しとされるが、南部地域などではそこまでは煮ない。この甲州味噌の塩気とカボチャの甘みとが混然一体となった奥深い風味が、ほうとうのうまさの最大の特徴である。出汁は煮干しでとり、家庭では出汁柄もそのまま入れられる。具は野菜が中心となり、夏にはネギ、玉ねぎ、 じゃがいもなど、冬では、かぼちゃや、里芋、人参や白菜、椎茸、しめじなどのキノコ類を入れる。ほうとうは、基本的にはかぼちゃを軸とした、野菜山菜のみで、具材は構成されており、鶏肉など肉類を入れるものが登場するのは、観光客目当ての郷土料理店が広く普及して、以降のことである。一般的に家庭で作る場合は、肉ではなく、油揚げを入れる。 最近では、チゲほうとう等、味噌仕立て以外のものも存在する。ほうとうは、野菜類のビタミン類や繊維質に特に富み、小麦粉や芋類によるデンプン質、味噌によるタンパク質などバランスに優れた料理と言える。大鍋で作ることが多いので、余ったほうとうは再び翌日の食卓に昇る。とろみが出て味も売れてくるので、この沸かし返しを作りたてより好む人も多い。 冷やしほうとうとも呼べる料理で、ざるうどんに類似している。ほうとうの麺を冷水でさらし、少し温かい汁につけて食べる。つゆは一般的に濃いめの味で、野菜や肉類などの具材が入っている。もともとは、飼い主付近の郷土料理であったが、1970年頃に甲府市内のほうとう専門店が夏の料理として売り出した。煮込み料理であるほうとうは真夏には、 売れ行きが落ちるため、その後多くの宝刀専門店で広まった。宝刀は通年メニューとして供されるが、お皿は柿のみのメニューであることが多い。宝刀の麺に適度な粘りのあるボタ餅のような小豆餡を乗せたもの。山梨では粉冒頭と,とも呼ばれる。汁粉の中に餅や白玉の代わりに宝刀の麺を入れたものと考えることもできる。 正正月の小豆狩りと同様に晴れの日に健康を願う食べ物として位置づけられており、北都市タマ地区など一部の地域で祭日に食されている。同地区は神子の三和神社で7月に開催される若神子の宝刀祭は2004年2月16日に国の記録作成等の措置を講ずべき無形の民族、文化財に選択されており、儀礼の食事として 小図冒頭が作られる。類似のものに、大分県の郷土料理、痩せ馬がある。発生地や時期の定説はなく、口述する様々な説が唱えられている。日本列島においては、縄文時代から粉食文化が存在し、弥生時代以降には、穀物の流食が一般化する。弥生時代以降の高古遺跡においては、製粉具の出土が減少し、鎌倉時代以降になって、 再び粉色習慣が復活し、石臼などの製粉具も出土している。山梨県内では、南アルプス市の日本柳遺跡から、戦国時代の石臼が出土しており、考古学的には、中世後期段階で、宝刀の起源に当たる麺類が食べられていたと考えられている。山梨県では、近世に、養蚕の普及による桑畑バ化で電磁が集約され、 裏作での麦の栽培が一般的となったことから、お練りやおやきなど、粉食料理の体系が発達した。宝刀はその中でも、各種野菜や汁で増量されるために、小麦の使用量が少なく、経済的であり、また味も良いことから広まったと言われる。日向国の主言者である、野田泉公院は、文化9年から日本各地を開国し、文化12年には会を訪れている。 旅日記である日本旧報修行日記によれば、泉光院は、海の国各地で、蕎麦切りや、ハウタウ、おネリを食している。最も多いのは蕎麦切りであるが、これは客人向けの地層であると考えられており、宝刀は、文化十二年十月三日十月二十七日に二度、登場する。また、宝刀はこの時点で、海国の名物であったと記されている。また、 山梨県東部の郡内地方では、山間部であるため寒冷な気候で平坦地に乏しく、富士北陸では、富士山の伏流水の季節変動が激しく、水利に乏しい溶岩台地が広がっているため、全般的に米の栽培が困難であった。一方、麦は、富士北陸では流水を用いた、水がかり麦による栽培が行われており、宝刀などの粉食料理が根付いた。 現在広く知られる説として、宝刀の名は、の恩便したものであるとされる。この説の詳細は、以下の通り、は、奈良時代の漢字辞書である、陽子看護師に見え、陰性期の緩和辞書である、イロハーザル衣装にすでに、白卓ウタうとして登場するから、この頃にはもう、は歌う、という語形になっていたことがわかる。このように、宝刀は、うどん以上に、 歴史のある食品であるが、伝来時期は異なるとはいえ、宝刀がうどんと同じく中国から伝来した料理の流れを組むものであることは間違いない。現代の先生方言でワンタンのことをドンと書いて、ホーントーンと発音することは一つの参考となるようである。山梨県の郷土民族研究の立場からは、 宝刀の故障は、江戸時代中期の交付金版紙日記、恨み寒話において見られ、小麦粉で作った麺に限らず、穀物の粉を用いた、料理全般に用いられていることが指摘されている。回転式の石臼が、庶民に普及する江戸時代中期以前は、製粉作業には月臼が用いられていた。製粉はすなわち穀物をねで、叩くことから、粉にする作業を、叩くと呼び、 穀物の粉を畑物と呼称するようになる。宝刀の語源は畑、あるいは穀物の粉を意味する畑物が料理名に転用されたのが妥当と考えられている。語源説に関しては戦後の食文化に言及された郷土研究文献にも宝刀の語源に言及したものが少なく、宝刀の語源は観光食として広く検伝されるようになってから、 震源起源説と関係して広く展開され、一般化したと位置づけられている。宝刀に関係する由来伝承は信憑性が薄く、観光色化する過程で様々な歴史的知識に基づき語源の推論が重ねられて、由来伝説が形成されたものである、とするのが民族学的見地からの捉え方である。しかし、日本語学的見地から見た場合、動詞、 畑の文献上の書室が、室町時代中期の古辞書、温故地新書と比較的遅いのに対し、法等は、前期、いろはあざる衣装以外にも、平安時代後期の枕の奏誌や、南北朝時代室町時代初期の古辞書、富洋衆に、は歌う、ハウタうとして見えており、畑から、ハウタうの章が生まれた、とすると時系列的に矛盾する、という事実も損する。同音の、 宝刀や宝刀などを語源とする説も存在する。宝刀については、信玄が自らの刀で具材を刻んだといった武田信玄に由来するとする属説が広く流布している。これは戦後、山梨県において歴史的資源を生かした観光業が主要産業化する過程で形成された現代民族であり、言語学的見地からは否定されている。宝刀については、 空いた手間と時間で放灯することができるために、放灯という名称になったとされるが、出所不明であり根拠は全くない。山梨県内では現在でも日常的な料理として認識されている。口実するように、食生活の変化や若年夫婦の各家族化で一般家庭で食卓に上る頻度は下がってきている。一般的に料理店では一人分ずつ、鉄鍋で鍋料理や、 鍋焼きうどんのような定裁で供される。よって、県外の人から、うどんの一種、または、鍋料理と認識される場合がある。しかし、県内の家庭では一人分ずつ小鍋で作ることは、稀で、家族分を大鍋で作り、どんぶりか、味噌汁ワに一食分が盛られ、主食として供される。味噌汁のごとく、汁物として、飯に添えられることもある。よって、山梨県内ではあくまでも、 固有の料理、あるいは食事と捉えられている。前述の通り、山梨県内では、宝刀は、あくまで宝刀であって、一般に言う、うどんとは異なるもの認識している。粉食文化の浸透から、山梨県では、宝刀以外にも、夏食べる日や麦を、お皿、冬食べるうどんを、湯盛りと呼び分けることがある。また、いわゆる、吉田のうどんは、 ほうとは全く異質の麺料理である。山梨県内ではとうにカボチャを入れることが多い。当時にはとうにカボチャを入れる。かつては麺を打つところから家庭で行い、大鍋に大量に作れ、調理法が簡易であることから、大家族の食をまかなうことができる日常食であった。麺の加減や煮込む具材など、家々ごとに、お袋の味があった。食べきれず余って、翌日に沸かし返した。 宝刀は、とろみが出て、味が売れてくるので、作りたてよりそちらを好む人も多い。日常食としての宝刀は、麺よりも野菜の量が多く、対して小麦粉を消費する、うどんは特別な日や来客時に振る舞われる、贅沢な料理であると意識されており、両者の区別は明確であった。戦後には、高度経済成長に伴う、産業構造の変化で農業が衰退し、 米食が一般化すると、日常食としての地位は下がる。しかしながら、現在でも山梨県地方においては、混雑の一つの選択肢である。スーパーマーケットにおいて、固形出しや、既製品の味噌をはじめ、宝刀向けの幅広麺が販売されていることから、自家用に麺を打つことも少なくなり、観光食宝刀の影響も受け、製法や味も確一化される傾向にあり、 日常食としてのあり方は変化している。現在では外食産業として、宝刀を扱う店が数多くある。一般的な宝刀のみを扱う店や、小酢冒頭や汁のベースにコチュジャンなどを使用したもの、麺に畜炭などを含めたもの、家庭では通例宝刀の具材として使用しないカキやスッポン、カニを入れる店など多彩である。ご当地グルメに応用する動きもある。 山梨県笛吹市は料理研究家西本敏子の助言を得て、宝刀麺にラーメン風スープを組み合わせたラーホーア案。鍋で煮込む本来の宝刀より早く調理でき安価な麺料理として市内飲食店で提供する。あずき入りの宝刀の一例隣接する長野県、静岡県や埼玉県秩父地方及び群馬県には類似した醤油味の煮込み麺料理、 おっきり込みなどがあり、山梨県同様に近代に養蚕業が発達したこれら地域では広範な平内麺文化が形成されている。長野県安曇の地方では旧暦の七夕に食べる七夕宝刀があり、こちらはきな粉や小豆で味付けされたものを食べる習慣がある。一方、北新地方の一部地域では同時に汁粉のように甘く、 味付けがされたカボチャ入り小豆冒頭を食べる習慣がある。現在では、こういった広範な地域に及ぶ宝刀文化をさらに活性化させ、観光資源化を推進するため、埼玉県深谷市では2004年から、深谷のシャボ宝島、群馬のおっきり込み、秩父の宝刀の味対決イベントが行われている。味噌煮込みうどん焼きシメンといった東海地方の 類似料理についても同一文化として捉える場合もある。ただしこれらとの関連性を示唆する資料はない。なお、武田信玄の人中食だった宝刀が武田家滅亡後に徳川家に召し抱えられた武田慶臣によって、終わり徳川家領内に伝えられ、名古屋の味噌煮込みうどん、岸士麺の起源となったという、徳川の武田仕立てにちなんだ俗説もある。また、 東北地方の旧南部藩地域にはひっつみ、旧仙台藩の北部にはハットと呼ばれる、宝刀安やいと、と同様の粉飾料理が伝わっている。例年、ハットに類似する山梨県の宝刀や、南東北などの小麦粉料理が集まる、全国ハットフェスティバルが宮城県登米市で開催されている。埼玉の武州社房等については地域おこし商品として、 深谷市内の飲食店で提供されているほか、セブンイレブンやサークルケイサンクスなど一部のコンビニエンスストアで季節限定商品として製品化されている。ウィキメディアコモンズには、宝刀に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。